どすこいこいこい恋しぐれさあ始まりました、タイマチさんご YouTube チャンネルですね、よろしくお願いします。いやちょっとすいません、はい、そんなオープニング聞いてないんですけど、なんか YouTuber の方はみんな自己紹介みたいなのあるみたいで、うん、あーなんかあるみたいね、はい、それが、どすこいこいこい恋しぐれ、これになりました。どすこい恋恋の要素俺にないんだけども、はい、あんま相撲知らないし太ってないし、恋しぐれの方で、恋しぐれ担当なの俺、入ってもらえると。あ、どすこい恋だとしたら俺が恋しぐれやるよ。じゃ あじゃあそうしましょう。うん、どすこい恋恋恋しぐれ、いやいや、だから俺がやった、ね、そんな我々女漫才するなよこんなところで。やっていきましょう。さよさん、何どうしたの今日。そんなことはどうでもいいんですよ。何今日これ、今回はね、うん、関のガチの私物漫画、うん、紹介したいと思います。これ今回お前のやつなの。そうです、持ってきました。家から。家から。でもちょっとさすがに全部無理だったんで、うん、持ってる漫画の、まあ、これがもあるんですけど、うん、1巻だけ6巻まであったりだとか、うん、12巻まであったりだとか、うん、ってあるんですけども、うん、いろんな漫画のとりあえず1巻だけ持ってきて、うんうんうん、こう皆さんに知ってほしいなっていう。これはなんでこういうことをするかというと、うん、アメトーク漫画好き芸人に呼ばれなかった少しあったね、はい、あったあった。そういえばそうです、確かに出てないっていうか、まあ、そもそも名前すら上がってないって聞いたよ。そういう後ろめたい気持ちからこの企画を俺だって好きだよって、ね、やってキリンの川島さんとかね、そう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 、山内くんとかやってたね。そうなのよ。その漫才でやったのとかもあるじゃん。ワンパンマンとかやったしさあ。そうですね。そう、ケンガンアシュラもありますね。あ、鋼の錬金術師もやったし。はい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 、うん、おー折れてる最低最悪なに、ブルージャイアントの角折れてんじゃん。いや別に俺じゃないよ、もうやる気なくなった。いやなんかさ、俺の一番近いところが折れたみたいな感じになってるから最悪だ。俺何にもしてないよ。ちょっと山本さんの目の前にあったよねほらめっちゃ心外最悪。でもこう逆にするといいんじゃないこうさ、よっしゃー、まあ、俺ブルージャイアントね。そうね、これ評判いいよね。面白いですね、うん、これわかるわかる。これ本当にみんなでも信じないと思うけど、うん、俺が面白いって言ったからこれ本当にマジでラジオとかどこの段階で言ったの。もうほんもう本当に1巻出た日ぐらいいやもうそもそもだってそれ言っていいのって、うん、編集の人だよ。編集部の人がこれゲラ渡してきた時にこれ面白いですね売れますってのは自慢しいけど、もう媒体として出たものを面白いっつって言って広めたらおかしいよ。しかもマジでこれね、これがまず最初、うん、ブルージャイアントね、うんうんうん、ブルージャイアント、うん、でこれがシュプリームですね。で今こうエクスプローラーも言ってますね。あーすごいね。そうなんですよ、うん、でこの前がガクね、うん、あー同じ作者ね、静香先生のこのガクね、うんうん、ガク行ってからこう流れがありますよ、うんうんうん、もうこのガク最終巻ぐらいで俺はもうブルージャイアント面白いよって言ってましたから。やってたの。出てません。出てない。作者の頭の中にないでしょ。もう読んでて分かった、ガクを。あ、ガク面白いな、うんうん、あ面白いなっていうのがあって、うんうん、これは絶対ちょっと次ジャズの漫画書くだろうからこれ面白いなって思ってた。青で想定もちょっと似てるし。そうそうそう、ちょっと待って、うん、嫁が風呂で読んでないパコパコ言ってんじゃん。ちょっと待ってめっちゃパコパコ、なんか、あ、でもガクってもともとこれ波打ってる感じの。いや違う違う違う、めっちゃパコパコ。違うもうビロ、ね、ビロッビロなんだけど。最悪だ、もうこのまま区役所行こう。離婚届け離婚届だこれ。でも離婚届けも多分一回風呂場で見るだろうからビラビラなんだろうね。風呂場で読むなっつってんのいや本当、でもこれちゃんとおもしとかやっとけば治るんだけどね。お風呂で読んだ後とかも。あとあれだって聞いた、冷凍庫の中入れるとって聞いた。あ、そう、なんかね、テクニックはあるんですよ、うん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 、まあこれはね、ブルージャイアントとガクですね、うんうん、どういうジャンルが好きですか。俺好きなの、俺ね、うん、改めて自分がどういうジャンル好きかって今までの歴代の数えてみたの、はいはい、好きな漫画、うん、だからね、ほぼスポコン。スポコンね。俺スポコン大好きだったわ。はい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 、うん、今日で言うと、うん、まあスポーツですから、うん、まあ、まずシャカリキね。シャカリキ好きそう。シャカリキ、これ自転車ですね、うん、スポーツですね、うん、相撲、日の丸相撲とかありますけども。あー相撲ね、はいはいはい。でこちらまあ初めの一歩もありますし、うん、あ、めっちゃあるじゃん、うん、ありますね、うん、3月のライオンなんかもね、結構将棋、うん、まあスポーツじゃない、うん、もう早速違う。でこれハイスコアがある、これゲームですね。早速違うね、まあ、最近こうね、こっちはスポーツだゲームもありますからね、うん、あとスポーツじゃないんですけど、まあスポーツじゃないけどデスノートね。スポーツだって言ってんだろ。途中あのテニスのシーンがありますから。あるね。エルト優雅秀樹の天才的なね。誰がコートでやってるのっていう。あれスポーツゲームじゃねえ。これもスポコンですね。だからね。アフロ田中もね、途中でね、うん、あのサーフィン行きますから。なんだっていいじゃないか。スポコンですね。入れば。あ、それこそデカスロン。そうだ。俺これめちゃめちゃ好きでベスト10入ってんだから、自分の中で。入ってますか。もう3回ぐらい読み直してるよ。少ねえよ。読んだって言わねえよ3回じゃ。3回よ。漫画読んだことないんじゃないですか。すっごい。十種競技デカスロンっていう、ダン・オブライエンっていうね、はいはいはい、超天才的アスリートの
みんなで背中を追いかけるっていうお話なんですよね。そうですね。今山田先生は望郷太郎を描いてますけども、望郷太郎、この人の絵はね本当に線が太い、そう、ヘウゲモノとかね、そうそうそう、描いてんだよね。あとね構図がいいね、人物をこっから撮るんじゃなくてもうこの辺から描いてるみたいな、あー、わかるわかる、やっぱこれは読んだ時にね、遠近法めっちゃ上手だよね。そうなんですよ。で槍投げの時で槍俺が喋ってるからまだ関が喋ってるから、デカスロンのこと入ってくんだって。いや、だって座ってろそこに違う、ねえ、何かをおすすめしたい人ってさ、乗ってくれたら嬉しいんじゃないの。違う、俺がのあれがあるから、その頭の中で組み立てられてる。ああ、そうなのね。バカだからネタバレするだろすぐもうダン・オブライエンって言ったしな、すぐ。いや、別にスポコンもの、俺あと好きなのは、柔道部物語。知らない、そんなの漫画ここにない、全然漫画ない。落ちた押すな、落ちるから。ゲーセンの機械じゃねえんだからお前メダルのやつね。そうだよ。じゃあこの中で知らない漫画教えて、それをまず教えていくわ。知らない漫画で言うと、はいはいはい、こんなん全く分かんないよ。バカだなお前。 G? G 戦場ヘブンズドア知らないの。 G… ちょっと待って、じゃあこれまず何のジャンルだと思う。何のジャンルでしょう。巨人軍。全然違う。巨人軍の話。そんな漫画一個もないよ世の中に。 G 戦場のアリアとかあるぐらいだから。おおお、出てきます。お、G 戦場のアリアでしょ。出てきます、出てきます、その G 戦場からもちろん来てます。クラシックのね。だけどこのヘブンズドアはですね、漫画の漫画です。漫画家の漫画、漫画を描く少年たちの漫画。これはね、いい漫画です、これは無人島に一冊持っていくんだったらこれでもいいかなって思いますね。こんだけ一般だ。じゃあデカスロン持っていかなくていいのね。あ、無人島に二冊持っていったらデカスロンとこれですね。じゃあブルージャイアント持っていかなくていいのね。無人島に三冊持っていいって言われたらブルージャイアントとデカスロンと G 戦場編。じゃあ一冊って言われたらこうなっちゃう。これね、4巻ぐらいで終わるんだけどね。ああ、そうなの。じゃあちょっとあれなの、評判悪いの。違うんだよ。無駄がない。もしかすると漫画って本当に必要なことをギュッとしてったら4巻ぐらいでまとめれるのかもしれない。ワンピースなんかだって100出たよ。だからワンピースという漫画はもう100で完成する漫画、これはもう4巻で完成という、ちょっと待って、4巻だろうな、心配してる。でもさ、評判が良ければ4巻以上も出るじゃん。そういうもんじゃない。この日本橋陽子先生が書きたいものがこの4巻でいいのよ。ただ4巻で終わっちゃって寂しいなと思うでしょ。違う作品に出てきたりするんです、この人がキャラクターが。そこでまた胸熱ですよね。 あの時なんかあんなにうまくいってなかったこの二人が、そうそうそう、編集者となってこっち現れるみたいな。わかるんだけど、それってちょっと作者のエゴもあって、そのなんかそのファンに対してこう胸熱なんだけれども、初見の人に対してちょっと冷たいなって感じがするの。作者のエゴをインクで G ペンで紙に書いたものが漫画でしょ。暴力で表現するなよ。なんか絵だったり言葉でうまく言えよ。これだけ一冊を楽しみたいの俺は。ドラゴンボールにペンギン村出た時にお前しょんべん漏らしただろ嬉しすぎて。あられちゃんのな。そうでしょ。それはあくまで二巨頭だから。いやだってあるじゃん、その見てないの、そのこっち亀最終回の時さ、ジャンプ作品の他の先生方がいろんなコマでリョウさんの眉毛出したりとか、そうだろ、つながりがあるんだ。人だから、ロボット描いてるわけじゃないんだから。ロボット描いたのが読みたいんだったらお前説明書でも読んでやれ。この当変僕もう心がひん曲がってるから、そういうのを直すのを読んだ方がいいよ。どれよ、デスノートに名前書いて死んだ方がいいんじゃないか。あるからここに。いや楽しく進めて、なんかいやなんか良くないことになってるわ。いやいろんなジャンルがあるじゃん。その興奮したい時に読む漫画とか、勝負の前の日に読む漫画とか。なんかね、やっぱりそろそろもう四十だし、はいはいはい、大人の落ち着いたやつが読みたいかな。なるほどね、だと、まあ、うん、さっきも出ましたけど、まあ、ガクはいいよね。俺これ見たことないわ。ないんだ。あれでしょ、小栗旬の実写のやつでしょ。そっちから入んないでよ。いや、いいじゃん、実写の小栗旬で。ちょっとグリフォンから行かないでよ。ちょっとこうおバカな感じの胸熱な主人公でしょ。違う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 、すごいよやっぱりガクは。本当行きたくなる。あの呼んでるなって思う山が。あ、そう。これなんかね、やっぱり日本の山とか、まあ、世界中の山登ってるんだけど、山のね雄大さとか静けさ、そういうのが。でもブルージャイアントもそうでしょ、その楽器の音みたいなのが、そう聞こえてくるでしょ。わかるわかる。これ山の匂いとか、景色とか、山のその厳しさとその反面、その優しさと険しさみたいなね、その半々でできてる山は。あ、なるほどね。そういうのも全部描かれてる。ちょっと前群馬にロケ行った時にさ、ちょっと小高い古墳に登った時、もう二度と上がりたくねっつってたけど、あれはねちょっと足りなかった額が。ちょっと 50m ぐらいの古墳だけど、もう俺エレベーターつかないかなってなかった。全然燃えなかった、あれは。暑かったし。
夏だったし虫も多かったし、いやだって山なんて暑さと虫の戦いでしょ。いや違う、これ穂高とか行きたくなるよ。ちょっとした古墳も登れないのダメでしょ。俺ネットのライブカメラで見てるもん、穂高を。あ、ね、楽読んでから渋谷の様子とかね、ライブカメラ。そうそう、あ雪なくなってきたなとかね。そう、あと何ですか、知らないやつ。あと知らないやつはね、うんうん、これ知らない。あ全く分かんない。ヘルシング、ヘルシング、これ面白いよ、ヘルシング。こっちは知ってる、ドリフターズ。いや分かんない、平野先生の。ドリフターズって何、そのドリフ、あのドリフのこと。違う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 、ドリフターズは違うです。F1、 ドリフトのドリフターズ。そうですね、はいはい、まあ、そういう意味合いはあるんですけど、うん、漂流って意味ですね。歴史上のいろいろな人たちが、うん、ある場所に流れ着きます。要はもう歴史上のオールスターたちが集まった時にどんなことが起こるか。お、例えばどんな戦いが起こる。織田信長とか。そう、卑弥呼とか。そう。例えば最近で言うと孫正義とか。そう、いない。まだ生きてる。あ、歴史や。そうそうそう、あくまで坂本龍馬とかね。そう、それがドリフターズでね、すごく人気あるんだけど、うん、その前、このヘルシングっていうのは、まあ、吸血鬼の話ね。落ちるな。いや落ちるなよ、迷惑みたいな。これね、俺もなんとなくね、買った時にね、最初はね、ちょっと絵が荒いかなとか。おー、なるほど。ちょっと少年漫画、少女漫画。あー、わかる、そっちのパターンの絵ね。ちょっとどうかなと思ってたらですよ、うんうんうん、これぞ漫画の構図だなっていう。なんかね、構図がすごくいいの、この平野先生の。へ、あー、なるほど、このパターンの絵ね。そう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 、うんうん。でね、本当にね、まあ、多分オタクだと思うんだよ、うん、こう戦ってる上で、うん、この軍事者のね、言葉とか、うんうん、そういうのがね、すごく上手に出てきます、うん、あ、オタクよりこうコアな感じね。そうそうそう、うんうん、あのツイッターもフォローしてるし、うん、なんか一度だけツイッターでやるようにしたこともあるんだけど、この先生と若干似てるらしいのよ。あ、雰囲気が、そのちょっとぽっちゃりでメガネでっていうのがやり取りしたこともあって、うんうんうん、これね、これもね10巻ぐらいで終わるんだけど。ああ、もったいない。めちゃくちゃ10巻でちょうどいい。もう1ページいらない。ああ、なるほど、もう1ページ少なくてもダメ。ああ、なるほど、ちょうどいいんだ。そう、ちょうどいい、うん、かっこいいんだこの吸血鬼が。それはお前が作ってないからね、与えられたものを見てるだけだから、それはちょうどいいだろう。それはまた否定ですか。いや、それはさ、できたものをさ、破壊、破壊ですか。破壊からの創造ですか。神ですか。何ですか、また神ぶってんですか。何ですか。お前の住所知ってんだぞ。なんかさ、揉める、漫画の話してると。平和な話したいのにさ、いいとこ聞いてくださいって。なんかあらばっか探してその、嫌なとこばっか、ほんとに。あとこれも全く分かんない。あ、これはね、まあ、なんかちょっとこれはらしくないタッチというか。これはちょっと古いですよ。全く違うじゃん。前川司先生のですね、うん、大東京貧乏生活マニュアル。もう 2,30 年前の話。1980年中頃。うわ、もう生まれた年ぐらいじゃん。プロフィールって書いてありますから。これめちゃくちゃいいんだよ。あのね、本当に何を書いてあるの、うん、貧乏生活マニュアル。貧乏な、うん、人なんですよ、うん、この主人公が、うんうんうん、本当に昔からあるアパート、うん、風呂もトイレもないような、うん、そこでいかにただただ過ごすかっていうだけ。これ最高なの、朝起きて。芸人の手記じゃん、もう。これ癒されるよ、本当に。今日は何しようかな。あ、うん、昨日そういえばパンがあったな、うん、窓にちょっと置いといたらスズメ来るかな。え、あ、来た。スズメ食べんので終わり。スズメ食べんの、どういうこと。違うよ、もうバイオレンスな漫画読みすぎだよ。腹減ったから置いといて。違う、窓辺にパン置いてスズメが来ましたで1話終わるんだよ。あ、嘘。あ、そういうこと。そう、部屋で昼寝してて足に日が当たって、あっちいな、あれ冬は当たんなかったら、そっか、もう春が近いんだな。そういう漫画、本当にね、原風景。あ、冬は、いろいろ冬は冬とか。なんも曲げて、カモメで読むなよ、あんまり。そういうの、そういうの。こうカモメにすると曲がるだろう。そういうの。全然終わらないよ。いや、余計なこと言うからだよ。違うよ、歯向かうからだろ。いや、俺は歯向かってるわけじゃなくて、疑問を呈してるの。呈するなよ。学校の時にやれよ、疑問呈する行為は。この問題はなぜこうなるのだろう。もうSD カードの容量がないってさ。あ、そう。あ、カメラの。そうだから、あら、とりあえず一回ここで区切ります、うん、あ、そうですか。はい、というわけで、うん、10回に分けてお送りする関のガチ漫画紹介、うん、ヒストリー、第1回終了でございます。 10! そうですね、10もやんの。とりあえずシャープ1はここで終わりでございます、はいはい、またぜひシャープ2も見てください、うんうん、どすこいこいこい恋しぐれ。やんなさいよそれ。やらない。最後、どすこいこいこい恋しぐれ。バイバーイ。